こんばんは、ニュースの時間です。日本テレビ石原さとみこと阿久津さとみです。なんと今日は私のお腹を痛めてないけど可愛い息子沢田くんが YouTube チャンネル開設します。なんですけども本人が来ていません。うんこだな。で、沢田くんは青汁王子こと三崎優太さんのマネージャーをやったり、そしてあの天地無さんですごく話題になったあの沢田くんなんです。ぜひみんなチャンネル登録してねって言って紹介したいんですけど、私1時間寝坊しました。ごめんなさい。この番組は小学館とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。で、これから沢田くんの待ってる事務所に行きます。みんなついてきてね。はい、到着しました。沢田くんが働いてる事務所に行ってみたいと思います。いざ突撃。8階です。チンパンジー？何チンパンジーが何？チンパンジーが脱出したどこから？いや危ない。これ危ないやん。危ないじゃない。これでもあれですよね、あのここに逃げたっていうことになると動物園の方もね危ないですからね。これ捕獲するっていうことになってくるとどういう状況で、そうですね、チンパンジーが逃げたんだろう。これでも今どうするかっていうのをちょっとなんか左手ずっと上げてますけど、何かこれあ昨日もちょっと降りて、ああこうやって僕たちはカップルチャンネルを開設することになりました。応援よろしくお願いします。改めまして、リズムチャンネル2022年開設おめでとうございます。ありがとうございます。どうしてリズムチャンネルを、僕自身いろんな経験をしてきまして、苦労とかもありまして、社会人として頑張ってるわけなんですけども、僕自身ただただモテたい、フレッシュにですよ、モテます。で、モテた暁にはこの世界を世界征服したいなと、そう本気で思ってます。うんこだな。で、なんかいろんな方のおはようメッセージがすごい来てたって。はい、そうですね、ここではね、本当に言えないぐらいの名前とかあるからもキーがないんですけど、そうそうたるもう日本の国家権力みたいな人たちからメッセージもいっぱいいただいてるんで、その一部にはなっちゃうんですけども、ちょっとここで流させていただこうと思います。どうぞ。サバタ、足臭いけど、YouTube、 頑張れ頑張れ、イエイ。キョウちゃん、 YouTube 始めるの楽しみにしてるよ。しっかりご飯おあがりよ。ヒカキン好きです。ヒカキンが好きです。沢田くんが好きです。沢田くんが好きです。沢田くんが好きです。 YouTube 頑張ってください。沢田くん YouTube 頑張って。
の面白いメッセージすごいですね。はいはい、じゃあファンの方にこれからの佐田くんのチャンネル、はい、メッセージぜひ一言お願いします。はい、そうですね、僕自身今 YouTube を開設したんですけど、すごくだらけてます。なので今日が一本目なんですけど、次上がるのが今年の年末には上がるかなと思ってるので、よかったらチャンネル登録を解除しないで待っていただけると嬉しいです。はい、以上です。はい、以上です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとふざけすぎちゃったね、もうコテコテにふざけちゃったけど、いつも通りって感じなんですよね。もうチャンネルのコンセプトがこれ結構真面目な路線で行くんですよ、明日以降で。これ真面目に行こうかって思ってたんだけど、もうちょっとちょけすぎちゃって、もう一本目ぐらい許してほしいって、明日以降はちゃんとやるんでお願いしますって感じなんですけど、でまあみんなちょっと知らない人もいると思うんで、簡単に自己紹介しようかなーって、まあちょっと自己紹介させてください。で、僕、沢田京介って言います。で、今27歳で、YouTuber さんの裏方みたいな感じで、活動してます。で、裏方ってどういうのかっていうと、YouTuber さんの広告案件とか、YouTuber さんの商品開発、商品作ったりとか、一緒にやったりとかしてるような裏方をやってますと。で、ちょっともういろんな話をしちゃうと、ちょっと、まあ、キリがなくて、ちょっと今回長くなっちゃうんで飛ばしちゃうんだけど、で、こんなね、裏方やってる僕が、なんで YouTube 今更やんねんみたいな、なんで今更みたいな、遅くねみたいな感じになると思うんだけど、理由があって2つありますと。で、1個目が、俺もうシンプルにこのエンタメ業界がもうめちゃくちゃ好きで、で、この業界にいるとさ、結構いろんな人に会うじゃん。まあ、YouTuber さんもいるし、裏方もいるんだけど、結構俺の中で、あ、この人マジすげえな、みたいな。うわ、すげえ、みたいな。裏方この人、みたいな感じで結構いろんな人がいるわけよ。で、あ、この人の人生もう少し、なんか、キラキラさせたいなというか、もっとこの人の人生に焦点を当てれないかなと思って、まあ、要は、その人が輝くような、そういうチャンネルをまず作りたいなと思ったのがまず1個。で、二つ目が、まあ、俺自身、これちょっと俺の問題なんだけど、まあ、27年間生きてきてさ、恥ずかしながらもうめちゃくちゃ後悔が多い人生なの。もうめちゃくちゃ後悔してきたし、あ、あれやっときゃよかったなとか、これやっときゃよかったな、みたいなことが結構あんのよね。なんで、まあ、YouTube を利用してじゃないけど、もっともっとチャレンジしていきたいなっていうか、もっともっと活発に動いていきたいなと思ったんで、YouTube を利用してチャレンジしていきたいなと思った。ってのが、これは二つ目の理由って感じですね。なんで、まあ、シンプルに、まあ、俺自身がこういうチャンネルがあったらいいな、同世代でこういうのがあったらいいなってシンプルに思ってるチャンネルを作っていこうかなと思ってます。まあ、今日はもうめちゃくちゃクソみたいな動画出したんだけど、正直阿久津さんにご協力いただいて、わざわざこういう風に話してくださいみたいな、クソみたいな動画出したんだけど、明日以降は結構真面目に出てくるんで、結構勉強になるんじゃないかなっていうところもあると思うんで、よろしくお願いします。まあ、これ全然関係ないんですけど、YouTube やりますってなった時に、本当にこれ僕自身が恵まれすぎてるなって思ったんですよ。で、これどういうことかっていうと、なんか今この動画出てると思うんですけど、この動画の素材を撮ったの2日前で、全然時間ないって中に、先輩の編集者に電話して、すいません、今動画撮ったんですけど、編集できないですか、2日後上がるんですけど、みたいなことをしたら、もう沢田くん急だね、分かった、いいよ、大丈夫、とか言って、もう電話1本で、ね、やってくれたりとか、もう今メインで編集してくれることがもう、まあ、もともと地方に住んでる子なんだけど、ちょっとさ、YouTube やるからさ、お金ないんだけどさ、来てって言ったらさ、行く。今ね、明日から行く、みたいな感じで、普通に上場してきたよね。ちょっと頭おかしい人たちが多くて。まあ、カメラ持ってる人もそうよ。カメラ持ってる人も、結構有名なタレントさんのマネジメントしてたやつが、それをやめて、わざわざ何のコンテンツも出してないチャンネルにコミットしてるのが頭おかしいと思う。言い過ぎやろ。言い過ぎやろ。おかしいやろ。そう。だからすごいんよね。まあでも、本当に感謝してるし、本当に恵まれてると思うし、本当にすごい嬉しい。もう俺、本当に嬉しい。頭おかしい人、本当好きなよ。だから本当にありがとう。感謝してます。めっちゃありがとうございます。恵まれてるなと思ってます。まあ、こうやって恵まれた環境だからこそ、俺もなんか、あ、なんかちゃんとやらなあかんなというか、むしろなんか気合が入ったというか、結構本気で手抜きじゃなくて、なんとなく片手間でやるんじゃなくて、割とがっつり YouTube やろうと思ってるんで、まあ、それはちょっと誤解のないように言わせてください。もう本当にがっつりやっていきます。多分今見てくださってる方、あー、美咲さんのチャンネル出てた人だよね、とか、あ、天智さんの動画出てた人だよね、みたいな感じでなんかあるかもしれないんですけど、僕、普通に昼間、社会人として仕事してるんで、結構忙しくやってるんですけど、まあ遊ぶ時間もね、削って、この YouTube やりたいなと思ったんで、まあこだわって動画出していくと思うんで、楽しみにしててほしいし、結構こだわって出すからこそ、投稿頻度はまあ毎日投稿とかできんかもしれんけど、結構ちゃんとやっていこうと思ってるんで、
何卒よろしくお願いします。で本当にコメントとかください。コメントとかくれるとすごい安心するし、沢田楽しかったよとか面白かったよとかうんこだったよとかもう何でもいいんでコメントくれたら本当嬉しいし、全部いいね押し、全部いいね押すし、あ全部コメント返します、全部今思いついた、全部コメント返します。なんでよろしくお願いします。こんな企画とかこんな動画欲しいよみたいなのは今後多分出てくるかもしれないですけど、一旦はちょっとこんな感じでフラットにちょっとみんなにお話をさせていただけたらなと思って今日動画撮ったんで、こんな感じでいいかな、まあこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。はい、うまくいくっていう確信があったんで、若い頃に世の中に最速でクリアした動画を出そう、初めしろって基本的に実験するときに1万個とか1000個って書くんですよ、はい、人生を見てなんか一番これ大事にしてる価値観というか、何を一番大事にして生きてんだろうなって思って、はい